バーバリー。バーバリー。バーバリーグループ PLC は、イギリスを代表するファッションブランドの一つ。1856年、イギリスハンプシャー州ベージングストークで、当時21歳だったトーマス・バーバリーによって創立される。1870年、品質へのこだわりや生地の革新により、大規模小売店へと発展。1879年、 農民が汚れを防ぐために服の上に羽織っていた上着をヒントにギャバジン、ギャバジン、ギャバリンと言われる耐久性、防水性に優れた新素材を発明した。1888年には特許を取得、1917年までその製造権を独占した。1891年、ロンドンのヘイマーケット30番地にトーマス・バーバリーサンズの本社券店舗を置く。 1912年、ヘイマーケット店が現在地に移転。1895年のボーア戦争の際、トレンチコートの前身となるイギリス人士官用のッケンコート、紐でロックするという意味のボタンのないコートを製造した。1901年に最初のカタログを発行した際、工房により、名誉、高潔、勇気を意味する甲冑の騎士のマークを、 レーベルデザインとして使用開始。プロウサム、プロウサムの旗は、ラテン語で、前へ、を意味している。1914年、第一次世界大戦は勃発。軍部の要請により、残豪、トレンチでの戦闘に合わせて、対六剣コートに修正を加え、手榴弾や剣、水筒をぶら下げる D 字型リングをコートに、留め金として蹴り付けたトレンチコートを製造し、 英国陸海軍に正式採用された。対戦中に50万着以上着用され、終戦後には市民に広まった。1926年、王室コノエレン隊の士官用グレートコートを製作。バーバリーの発明したギャバ人製の製品は、極地探検家の防寒着やテントパイロットの飛行用医療として愛用された。1910年に、 ロンドン・マンチェスター間の24時間以内飛行に初、成功したイギリスのパイロット、クロード・グラハム・ホワイトが着用。1911年に南極点に到達したノルウェーの探検家ロアール・アムンセンと同じく南極点を目指し遭難したイギリスの悲劇の探検家、ロバート・スコットがくしくもともに防寒具やテントとして使用。1914年に アーネスト・シャクルトン率いる帝国、南極横断探検隊が遭難、全員が奇跡の生還を遂げた際に、防寒着として着用されていた。1919年に、ジョン・オールコックとアーサー・ブラウンがビッカース・ビミーで、カナダのニューファンドランド島のセント・ジョンから、アイルランドのクリフデンまでの初の大西洋、無着陸横断飛行に成功た際に操縦服として着用。 1924年にエベレスト初登頂を目指したジョージ・マロリーが遭難した際にも彼はバーバリー製のギャバ人のジャケットを着用していた。1934年にロンドン・メルボルン間のマック・ロバートソン・エア・レイスにトム・キャンベル・ブラックと CWA ・スコットがバーバリー製の操縦服を着用して優勝。1937年に バーバリーのスポンサーによりエイクラウストンとベスティー、カーディ・グリーンが、ロンドン・ケープタウン間最速飛行に成功。1919年、ジョージ5世より、コートジャケット部門の英国王室御用達、ロイヤル・アラントを授かる。1955年、エリザベス2世より、同部門のロイヤル・アラントを授かる。1989年、チャールズ皇太子より、 同部門のロイヤル・アラントを授かる。現在のデザイナーは、元、ジバンシーのイタリア人、デザイナー・リカルド・ティッシ、2018年10月の2019年、春夏ロンドンコレクションより、前任者として17年間務めた、クリストファー・ベイリーは、バーバリーの上質なベーシックアイテムに、スポーティーな要素をバランスよく挟み込むスタイルを、確立した。バーバリーのトレンチコートは、 各界から深く愛され、元英首相、ウィンストン・チャーチル、サッカー・アーサー・コナン・ドイル、喜劇俳優、ピーター・セラーズ、女優・キャサリン・ヘプバーン、ラッパーのジャルールら数々の著名人が愛用した。映画、ティファニーで朝食を、で、オードリー・ヘプバーンが着用している。日本でも、宝塚歌劇団の男役がしばしば舞台上で、着用している。キャメルチに黒、白。 赤で構成されたバーバリーのチェックは細くて清楚な色合いが特徴でヘイマーケットチェックまたはバーバリークラシックチェックとして知られているこのチェック模様は1924年にバーバリーのトレンチコートの裏地に使用されたのが最初である当時のイギリスではウィンドウペーン窓ガラスの位といわれるタータンが多く使用されてりバーバリーチェックは カントリータータンと呼ばれる柄からアレンジしたもので公募で決定した。現在はバーバリーチェックとして登録商標となっているが1967年に初めて裏人以外で傘やスカーフやバッグなどを含む各種アイテムに展開して広く使用された。バーバリーチェックを含むバーバリーのコーポレートカラーには日本限定のものを含めると以下のバリエーションが存在する。近年は 新たなチェック模様をデザインするなど、デザインの多様化が進みつつある。バーバリーは、ルイビトンと並んで、日本人に人気の高いブランドであり、日本市場における外資系、ブランド売り上げ第2位を占めていた。日本での展開は、1915年に、マルゼンがインポート商品として、レインコートの輸入を開始したのが最初である。戦後は、1965年に、 産業商会がインポート商品としてコートの輸入販売を開始し、1970年にバーバリーよりライセンスを受けて、長らくの間日本人の体格に合わせたライセンス製造のバーバーロンドンを展開してきた。だが、その重厚なイメージと高さゆえ、日本の若年層にはあまり流行らないブランドでもあった。このため、1996年に若年の富裕層をターゲットに、 バーバリーの伝統とトレンドを融合させた品のあるモダン・クラシックスタイルを提案すべく、バーバリーの監修による日本オリジナルブランドして20歳のオードリー・ヘプバーンやジャクリーン・ケネリをイメージした18から25歳までの女性向けのバーバリーブルーレイベルを展開、アムロ・ナミエが愛用したことなどもありようを無礼した。さらに1998年に、 男性向けとして25歳から35歳向けのバーバリーブラックレーベルも展開するなど、アダルト層だけでなく若い世代にもフォーマルからカジュアルまで広くアピールすことに成功した。2000年代以降の一時期は、ブラックレーベルウィメンズ2013年6月までやブルーレーベルメンズ2012年2月までも展開されていたが、2013年夏以降元の体制に戻された。 このほか、ゴルフウェア、子供服、ベビー、トドラースクールも、産業紹介が展開していた。これら日本限定商品が幅広く展開される。一方、日本で英国製品を入手することは、期間店等の少数の直売店を除き困難となっていたが、2009年に、インポート商品を取り扱う輸入総代理店として、バーバリー英国本社、産業紹介、 三井物産の共同出資により、バーバリーインターナショナルが設立された。インターナショナル設立後、2010年6月にてバッグ、革小物、スカーフなどは、ラッセンス製造を中止し,し、インポートものに一本化され、ラグジュアリーブランドとして、本国商品の展開を本格化することとなった。2011年にはそれまで欧米向きにのみ、展開していた。 バーバリー本社による英国製品の直販サイトをリニューアル。バーバリーワールドストアとして全世界への直販を開始した。2014年8月には日本法人をバーバリージャパンに組織改編。三井物産、産業商会が株式を手放し、本国バーバリー社の100%直轄となった。これと前後して産業商会のライセンスラインのブランドロゴがリニューアル。 された。なお、これにあたり、産業紹介によるバーバリーの製造ライセンス契約期間は、2020年までから2015年、同年の春夏ものが最後までに短縮された。産業紹介ライセンスラインの展開は2015年、春夏シーズンにて終了し、2015年秋冬、シーズン以降、ブラックレーベル、ブルーレーベルは新たなレーベル名。 クレストブリッジ内のレーベルとて存続している。2000年には銀座中央通りに日本で初めてとなる機関店をオープン。2004年に2店目を表参道に開いたのに続き、2007年には丸の内に約300坪の機関店をオープンした。以上3店舗は産業紹介によって立ち上げられた。インターナショナル山陽紹介ともに、 全国各地の百貨店にも多数ショップを展開していた。インターナショナルの新店舗は、既存のバーバリー店舗を置き換えたわけではないため、インターナショナル取扱店舗と、産業紹介取扱店舗の両方が存在する百貨店も見られたが、産業紹介の撤退により、現在は全てインターナショナル取扱店舗のみとなっている。インターナショナル設立後の2009年に、 銀座マロニエ通りが開店し、これと同時に表三蔵店の運営をインターナショナルが提唱してインポート専門機関店として全面リニューアル。その後2012年には神戸の旧居留地にバーバリー神戸、2015年には大阪の震災橋にバーバリー震災橋、新宿の新宿三丁目にバーバリー新宿を開店し、現在の直営による機関店は 国内5店舗となってる。当初、インターナショナル運営の期間点では店舗ごとに取り扱いシリーズが異なっていたが、現在では、全店がアパレルは、バーバリー、ロンドンとプローサム、及びインポートのアパレル全般に統一されている。なお、2017年にプローサムは展開を終了しており、現在は全てのラインがバーバリーに統一されている。 インポートものと日本ライセンスものとを比較した場合、ライン構成とセンス、また特に価格帯が大きな差として挙げられる。ライセンスものは、バーバリー、ロンドン、ブラックレーベル、ブルーレーベル、チルドレン、ゴルフの5ラインで、バーバリーのもともと持つ英国風センスを大事にしつつ、各ブランドごとのターゲット層に合わせた手頃な価格での展開が特徴であった。 また、ライセンス製造によるハンカチやシング、下着などは、日本ライセンス独自の展開商品である。2019年現在、ライセンス展開はすべて終了している。ロゴは、バーベリーと、バーベリーの二つが存在する。前者は前述の通り1999年の、ブランド名変更以前の製品についているものであり、それ以降はすべて、バーベリーに統一されている。 バーバリーのブランドラインには、本国で製造されているものと、日本国内で産業紹介が製造していたものがあった。ここでは各ライン名のバーベリーを略し、メインブランドのバーバリーをロンドンと表記する。本国製品については、国内のバーバリーインターナショナルの展開店での購入のほか、英国公式サイトのバーバリーワールドストアにて、 日本語と日本価格による商品の閲覧や直販による購入も可能ある。日本におけるバーバリージャパンによるインポートもの,の展開点は以下の通りである。2018年2月現在。アパレル以外にも各種商品がライセンス契約により日本などのメーカーで製造され国内で販売されている。これらのうちメガネと 腕時計はバーバリーへ直接納品されている、台船ものとインポートものの簡単な見分け方としては、ライセンスものは根地のタグで地面に、ライセンス製造の表記、インポートものはベージュ、または白のタグである。バッグ及び革小物は、バーバリーインターナショナルによる、インポートものに完全移行、アパレルもインポートものに完全移行している。なお、クレストブリッジとなった、 ブラックブルーレーベルがチェックのライセンスを所持しているため、それのみ継続している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。